ジェレミー・ブルームはアメリカのフリースタイルスキー選手、NFL 選手も目指したが、レギュラーシーズンへの出場は果たせなかった。コロラド大学1年時の2002年には、大学記録となる94ヤードの TD パスをキャッチした。また75ヤードのパントリターン TD も上げた。フリースタイルスキー男子モーグルのアメリカ代表選手として、 トリノ輪リ6位入賞や2003世界選手権、優勝、2005ワールドカップ総合優勝など、スキー選手として優秀な成績を収めていた。2006年、学生時代に活躍していたアメリカンフットボールにおいて、NFL の NFL ドラフト個順でフィラデルフィアイーグルスに指名されて入団した。ポジションはワイドレシーバー。ミニキャンプでリターナーとして参加。 トレーニングキャンプでハムストリングを痛めた。この負傷により故障者リスト入りし、そのシーズン絶望となった。2007年にイーグルスから解雇された。2007年12月31日、プレイオフに出場するピッツバーグスティーラーズと契約した。その年のトレーニングキャンプに参加したが、同年8月25日に解雇された。2008年11月に、 モーグルに復帰してバンクーバー五輪を目指すことを発表した。ありがとうございます。